こんにちは育休後コンンサルタントの山口理恵です今日は毎日の夕食のことを考えるのが苦痛で朝の出勤前に作ったり休みの日に作り置きしたりするのも苦手ですという方のね実はこれ私まさにこのタイプで朝ごはんの前に夕飯の用意もして出勤するっていう方が時々いるんですけど絶対無理やったことないですそれ。 やったことないしあと週末に作り置きするという考え方も知ってましたけれども一度もやれたことがないです本当に料理が億劫なんですね本当に悩みましたでどうしたかっていうと私はですねいいうサービスを使いましたもしねご夫婦のうちであのどっちかがすごく苦手意識があるんだけどどっちかはそうでもないしや,やるよっていうことであれば。 得意一人でまず、ね、一人で悩まないで夫婦でねどうしようかって相談して夫婦どっちも料理はねあんまり得意じゃないもしくはそこにあんまり時間かけたくないなということであればですねあの無理しなくていいですそこはいろいろな方法があるのでそれでやってみたらいいと思います。で私はですねあのミールキットヨシ系というやつを使っていたのでその話をしたいと思うんですね。 で私は吉恵さんにあのお金をもらっているわけではなくて回し物でもなくて自分がが使ったたものののししかないので吉の話でしたいいでで話と思いますそもそもですねなんで夕食が苦痛なのかっていうことを考えたことがあるんですけれども皆さんはなんで苦痛なんですかね私はねまず献立を考えるのが栄養のバランスの整った献立を考えるのは難しいですね。かん,めんどくさい んどくさいそしてそれに合う材料を用意するっていうのも例えば何かが材料が足りなかったら作れないっていうのも嫌なので揃ってなきゃいけないけどなんかそうすると揃えるとなんかが余ってしまったりとかいうのが非常にそこの,あのそこをきちんと整理して管理するっていうことをしたくないタイプそしてあとは調理しなきゃいけないですね調理手間がかかりますよね。でさらに美味しくないといけないいいとけ これだけあの料理にはあの問題がありますであの自分でね自分だけが食べるのであれば別にそのまあ栄養のバランスってのは結構気を使うんだけどあのどんな調理方法だったり味も多少変でもあまあ自分だけが食べるんだからいいやみたいな感じになるんですけれども子どもにねあのと一緒に食べたりパートナーや他の家族と一緒に食べたりする時にやっぱり味も問題だし。 好き嫌いもあるしってなってくるともう本当にあの毎日同じだったらいいけど毎日違うものもにしなきゃいけないということも考えると非常に苦痛ですよね。ミールキットのいいところはそれがあのほとんど解消されるまず今だてが決まっています今だてが決まっていてそれに合わせた材料が毎日届くんですねヨシケイの場合毎日届きますだから今だての 部部分分と材料を揃える部分が省略できますよねで調理は、ね、しなきゃいけろいろなコースがあるので調理時間の短いものから少し長いものまであるのでそれは選べますそして味付けはです、ね、いろいろ混ぜなくてもいい調味料がついてきたりとかするので味はほぼ決まった味に仕上がりますですから味付けの部分もそんなに心配はないです 私ヨ、ね、シ系を子供が小さい時に1回使ってそれからしばらく使わない時期があってまたた少し大きくなっってから使ったんですで小さい時に使ってた頃はあまりもうとにかくご飯食べさせなきゃっていうのであんまり深く考えてなかったんですけど2回目ある程度その子供が大きくなってそんなにバタバタ忙しくないんだけどでもこんなで考えるのが大変だからって言って。 もう一回使った時に気が付いたんですけど私調理が苦手ななんんじゃなかったって思ったたて思ですよつまりね調理っていうのは、えー、材料を切ったり加熱したり混ぜたりっていうことねあのそこの部分はね全然嫌いじゃなかったんですよ。これ本当に自分でも発見で何が嫌だったかっていうと例えば夕ご飯をね6時から作んなきゃいけないとするじゃないですか。そうするとミールキット使ってない時は もう今日の夕ごはん何にするかっていうことでそれ以外の時間も結構頭の片隅に今日の夕ごはんっていうのがあるわけですよ。で計画的に1週間分献立て立てるとかいうのも苦手なので毎日今日どうしようどうしようって考えるわけね今日は何と何があるからあのこれ買って帰らないと作れないとかそういうことを考えたりする例えば休み時間に考えたり会社の帰りに考えたり保育園お迎え行きながら考えたりっていうことが かんそれが考えるのが好きな人はいいんですけど私は好きじゃないので <laughs> え苦痛でしかないしその時間え料理のことを考えなければ他のことを考えたりやったりできるのにそれが頭にあるおかげで気が重いっていうねそれがミールキットを使うことによって6時から調理をしなければいけないのであれば6時から 6, 6時半の間に調理をして仕上がるっていうその30分がかかるのであれば。 1>, 1日24時間のうちその30分以外の23時間30分は、えー、夕ご飯のことを全く考えなくていいこれがね本当に自分には合っていましたですから私と似たようなタイプの人は使ってみたらいいと思いますいや私の話を聞いていていや私は僕はそういうんじゃなくてもっと別に作るの全然好きだし献立考えるのも好きだしそんなことを言うぐらいだったらやるわと思う人はやってください 全然いいいいですね苦痛じゃない人はやってください私は苦痛なので、えー、ミールキットを使いましたオイシックスもね使ったことあってオイシックスはですねあの理由は何だか忘れたんですけどお試しセットが送られてきて、えー、2回分ぐらいですね入っていて。 作ったことがありますでオイシックスその時の印象はですねちょっと高級感があるかなっていう感じでしたで、値段もちょっと高かったかなと思いますであのオイシックスがいいか、ヨシケイがいいか他にも色々いろいろなサービスがあるのでそれは皆さんね、あの好きなものを使ったらいいと思います大事なことは夕食を美味しく食べる美味しく食べるっていうか楽しく食べるね。夕ご飯の時間を子供にとって楽しいものにすると いううこととが一番大切だと思うのであの夕ご飯を用意するのが嫌だったりなんか出来栄えに自分が納得いかなくてあの親が機嫌悪い状態で子供がと一緒に食べてで子供がこれ好きじゃないとかおいしくないといった時に親が不満を漏らすようなそういう楽しくくなないい食事は子供にとっても全然良くないで,すよ、ね、ですからあの食事の時間を楽しく過ごす。 そしてできれば平日も夫婦と子供と家族全員で夕ご飯が食べられる日を増やすもちろん夜勤とかシフト勤務とかそういったことがある方はね あの毎日平日家族全員は無理かもしれないんだけどそうじゃない帰ってこようと思えば帰ってこれる人はぜひ帰ってきて、き家族全員で夕食を楽ししいいいいい時間にしたらいいんじゃないかと思います。そっちの方がこう嫌な気持ち辛い気持ちで無理に食事の用意するよりはずっと大切なことなんじゃないかなというふうに思います。 ぜひですねあの、料理が苦痛じゃない人はいいですよ何度も言いますけど料理が苦痛じゃないい。人はやってください私はそれが苦痛だったのでその苦痛な人は苦痛,苦痛な気持ち何の足しにもならないです。料理が臆く憂鬱、その気持ちをなくして別のことに生産的なことにその時間を使った方がいいと思いますので是非ですねいろんな手段で料理を手を抜いて、えー、もしくはしないで。 楽しい時間を過ごせるようにしていただければと思います。今日はね、毎日の夕食のことを考えるのが苦痛です、という方のご相談にお答えしてみました。また次の動画でお会いしましょう。